え、じゃあマリオのキャラクターわかんないか。全然マリオと、うん、クッパと、うん、あ、取られどんぐりと、どんぐり、どんぐり、どんぐりいたっけ。クリボーじゃなくて。あ、それです、それです。あ、よし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 それだ、クリボー、クリボーとカメみたいなやつを覚えました。なんかね、マリオパーティー好きなキャラで操作できるのよ。だから何のキャラ使うのかなって。好きに選べるんですね。そう、好きに選べる、かぶりさえしなければ。あ、なんでも、何がいいかな好きなのでいいよ、楽しみだな、何選ぶのか。なんか顔が強そうなやつ、うん、あ、でもね、一番顔強いのわらわ取っちゃったかも。クッパっていう敵あ、美味しそうな名前のやつですよね。なんか怪獣みたいな美味しそうなんか焼肉屋さんであるやつじゃなくてそれそれ違うよ先輩、しがるこのことボコボコにする気ですよね容赦とかないの。ちょっと先輩、やっぱ300人おばあちゃん助けてる先輩ならそうだそうだ、一人の後輩を助けることなど容易では。じゃあじゃあ、まあ、まあ25くらいにしとこうかな。ギリスター変えるギリスター変えるかな。赤バスなんてね、変わらないもんね。ちょっと情けが、まあこんぐらいにしとこうか。まあ初めてのマリパーだもんね。そうですね。そうだよね。トラウマになるだろう、こんな。私おばあちゃんワンカウントしてくださいおばあちゃんおばあちゃんとして優しく。あ、オッケーオッケー、じゃあ301人目のおばあちゃんとしてね。そういう相手にビンタ。あー、ビンタ、痛っ、痛、ね、そう、ジャンプするんだ。これ連打ゲーじゃないですか、またうわっ、なるほど、飛び越えて避けなきゃいけないみたいな。そうみたい。今一方的に殴ってるけど、誤解を受けたら負ける。めちゃくちゃ痛い、オッケーオッケーオッケー、分かった分かった、オッケー。ヒップドロップ大丈夫か。2連押せばいけるぞ。連打だよ、 A の連打ですね。トントン A の連打、うん、2回押せばヒップドロップする。できるできる。あ、痛い、ブレーカー。いいよ、いいよ、マリオ、はい、よしよしよし、危ない、はい。あ、そうか、10回も当たるんだ、飛び越えられちゃうと。そうそうそう、やったやられた危ないところだったぜ待って、やられた顔めっちゃ可愛い、可愛い、めっちゃ可愛い、頭抱えてあ、出た、あ、出た、来ました。やだ、でもめっちゃ金持ちのやついません。いるよ、金むしり取れるよ。めっちゃ金持ちのやついますよ、いや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 、私のことをボコボコにした先輩が、いや、ちゃんと一応コインの枚数とか手加減したんだけども、ちゃんと覚えてんだ、裏のこと。いやいや、そういうゲームじゃんって。ボコボコにした平手打ち食らわしてきた先輩がいたと思うんですけど、俺そんな過去のこと忘れようぜんな今はお前だけだよ。すっごいビンタされたお前だけだよ。いやいやいや、もう殴んないって二度と。ごめん、あの時の俺はどうかしてたんだよ。ちょっとリコちゃん、そいつやばいよ、やめといた、やめといた方がいいよ。絶対別れた方がいいよ。お前の金返してもらいな。なん、取られた。やだ。連打間に合わんかった。あ、でもゾロ目だ。あ、面白かった。あと二マス、三マスか、三マスで行けたのにね。お、やっぱ最後は4人ですね。素潜りマリオ、おお、いいね、コインだ、集めなきゃ、うん、おお、なるほど、泳ぐ、なるほど、ゲスト、マリオの時代から好きじゃない。マリオの時代初代をやった時から好きじゃなかった、お前のことは。痛い、ずっと昔から気に食わないと思っていた。痛い、いや、今、かぶれっきの方がむしろゲストを吹っ飛ばしたみたいなもんである。痛い、はぁ、体がでかすぎる。おい、ちょっとクッパ邪魔なんですけど。体がでかすぎるんじゃよ、わらわの。そう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 先輩もらった。あ、一つ、あ、いや、あ、お前のものなんて一つもない。あー、取られた、なんて見にくい。カブラキはもうこの小さいのをね、持ってない。邪魔してやる邪魔しよう、見にくい、見にくい、見にくい、よこせ、よこせ、あー、やめろ、よしよしよし、最後に2連だ。え、持ってた、持ってた、最後持ってた、最後持ってた
やばすぎる。カブラキが最後座ってたのであれはカブラキのです。いや違うね。わらわら誰も目に持っていけなかったみたいな。マーキングしました。え、カブラキだってベロでいっぱい舐めてマーキングしました。やすぎるだろ。やすぎる。夜中に聞きたくないワードすぎる。おい、投票始まるぞ。やべ、集中しよう。総選挙。気になる勝敗の系は、はい、オッケー。優勝するのは誰でしょう。まずは現在までのスターの変動っぷりを見てみましょう。見せてよわらわが最強ってところ。よし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 、はいはいはい、え、最強。いや、すごい。続けてね。あー、だがしかしここでボーナススターの発表。ボーナススター選ばれる。しないよ、頼む。来い。はい、来ただろこれ。あ、ちょっと、もうちょっとおしゃれしてくればよかったかな、今日。いや、え、あ、やったー。あれ、なんでだよ。やったー。あれ、おしゃれしてきた方がよかったみたいだね。あれ、コインの数か、あとは。あ、あれ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 、ワンちゃんかぶるき、ワンちゃんかぶるき、ワンちゃんかぶるき、ワンちゃんわらわ、ワンちゃんわらわ。あれ、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 あ、マリオパーティー初めてのさ、しがりこちゃんがいる中でさ、そういうさ態度どうかと思うな。ちょっとしがりこは何も言えないくらいゼロ、うん、ずっと真下にずっと真下にいる。はい、つくばってる。ずっと俳句つくばって生きてきました。いやー、これね、本当に配信をしてないとマジで勝てる。配信してると、そういうのがあるんですね。考えなきゃいけないことがいっぱいで、手元がおろそかになって勝てません。あ、じゃあわらわが今回勝てなかったのそういうことってことでいいかな。そうですよ。先輩のおかげの勝ちってわけね、それは。そうそうです。いや、リンド先輩実力ではないということでね。うんうん、なんか敗者がなんか負け犬がなんか言ってやるっていうのも、うん、ぐるおい、しがりこ、しがりこもなんか言ってやれ。しがりこちょっとボロ負けすぎて何も。しがりこちゃんに話を振ると私が悪者みたいに言ったよ。あの先輩許していいのか。でも私のおか先輩にボコボコにされる。そうです。そんなんちょっともう川岸で決闘したみたいなあれだからもう、ね、あ、なるほどなるほど。友情育むためじゃんあれは。友情にしては平手打ちだったけど。そうだ、ちょっとやっぱそのグーとか野蛮だから。うん、乙女の結果は平手打ちって相場が決まってんの。なんだこいつ。なるほど、兄さんって平手打ちなんだ。どうするのそれでさ、リコがさ新しく後輩できた時にさ、うん、これで仲良くなれるからって言って平手打ちしだしたらどうするの。これが兄さんちの平手打ちだよ。したら先輩は平手打ちで仲良くなるって言ってた。え、なんこれはファミリーの平手打ちだから。あれ、なんか悪いやつ言って、やったらどうするの。あの、しがりこちゃん、うん、こんな風にはならないでください。悪い先輩の例今回いっぱい見れたね。そうで、直近の先輩のうち一番お手本にしちゃいけないやつ2人が来ちゃった。スペシャルに平手打ちして仲良くなった。やばい、やめて。え、だってそうなんですもんね、ロコちゃん先輩が来ましたんで。いや、ちょっと、うん、止めないけどね、うん、ただちょっと誰に言ってくださいってね、やっぱその秘密だからさ、うん、言わないでもらえると先輩方が言ってたって、うん、お三方の名前出して。おーい、やめろー。やばい、名前出すとよくないかな。言ってない、言ってない、名前出した。言ってない、言ってない、言ってない、そんな。あ、ほらほら、ほっぺにチューしてあげる。チュー、あの、接吻で仲良くなれるから。セクハラ、セクハラ。それはそれでまずい気がする。接吻で仲良くなっていこうよ。全然待ってるから。本当にそれでいいんですか。いい、平手打ちだろうが接吻だろうが、キララ玉子ちゃんにやったら事案でしかないんだぞ。あ、捕まる捕まる。いや、見えないところですれば。ちょっと配信に移さないでいいだから。やばいこと言ってる。うん、ということで、接吻はいつでも待ってます。笑いも、はい、待ってるんだ。はい、ぜひ締めでいいんですか。嫌な締めだ。ということで、